やあ、せつなけすきだよ。四季夢見てるは夢見てる。えっと、長いことえっと、間が空きましたが、とうとう最新話が公開されました。皆さん、お待ちだね。<laughs> 結構待っとったぞ、俺。ちょっと前のパートからさ2え、2ヶ月間よね。2ヶ月空いとってさ、前回の回がね、いろいろ謎を残したまま終わってしまったからね。もう、この2ヶ月の間、すごい楽しみで楽しみで仕方なかった。いつ公開されるんだろうなって感じで。 でね、ちょっと説明しておきたいことがありましてあのこの話実質は第8話なのにねなんでここ第7話になっとるかって言うたらですねえーとですねあのー、作者さんがね、第1話の人魚事件の話あれをね、あの完全版として作り直したいっていうことをよってね今第1話人魚事件を非公開にしとるんですでその代わりっていいか 第2話以降の話を繰り上げて第1話、第2話ってね、ずらしとるみたいで、実質今回第8話なのに、今第7話って表記されてるのはそういうことです。動画のタイトルの方はね、まあ、実質の第8話の方で表記させていただいております。ちょっとそのあたりちょっと理解いただきたいと思います。というわけでやっていきたいと思います。今回、第8話やけど第7話になっている神隠し事件。 神隠しにまでちょっと迫っていくんやな今回そして久しぶりの決定機を押したらドーンって出てくるやつこれも懐かしい2か月ぶりです俺の名は夢見てる母夢見ミミコの霊力を受け継ぎ夢に引き継ぎ込まれる人々を助けてきた 俺の周囲で数々の謎が現れ始めたルーナがかけた赤い糸の呪い謎の呪い色憶。そして夢見の,の力を使う時伝承の生き物と同じ色に変わる伝承の目赤い空間に現れた昔の俺は空白の記憶を思い出してはならないと語ったそれを思い出すことは 欲を思い出すこととにつながるのだとこれがね前回の和のラストの話なんやけどこれがちょっと、まあ、まあ振り返りとして思い出していただければ幸いだと思います「色欲」それはジェイソンが残した謎の言葉だった「色欲を思い出した時おたちに不幸が訪れる」 <laughs> めっちゃ悪い顔しとんな、ルナちゃん。おはたった一人の家族、ルナに疑いの目を向けてしまう。<laughs> ルナちゃんは確かに怪しいところあるけどさ、猫の方のルナも怪しい顔の立場みたいな感じになっとるやん、俺 <laughs>。あ、でもさ猫、猫のルナの方もちょ,っとちょっと怪しいところあるもんな。<laughs> 第1話から出てきてさ、なんか。 なんでここまで一緒に来とんだろうかってところあるけんなルナは母の口癖だった「人は死に過ぎてはいけない」という言葉をおいに使ったそして色欲を思い出した時みんなに不幸が訪れてしまうとそう言ったのだ「人は死に過ぎてはいけない」あの言葉は「色欲を死にすぎてはいけない」というおいに向けられた言葉だった,言葉だったんじゃないか 母が言っていたあの言葉の意味をルナは知っていたんじゃないか謎が深まるばかりだったよなどんどんなぜお前が色欲を知っているんだ制作 IM シアいつもお世話やっております応援しております ルナ遅いな <laughs> すごいシーブイな浴衣姿がルナなにお兄ちゃん今度浅草で夜祭が開かれるんだけどよっかよかったら一緒に行かないかおあテルクの方が誘うんだよこれ 夜祭りに一緒に行くんだろうなーって話になるんだと思うけどテルくんの方がこういうんでなんかルナちゃんの方が「行きたいお兄ちゃん」って言い出して「分かったよルナ」って言いそうな展開かなって思っとったんやけどいつもだったらそういう展開なんやけどそうなんだテルくんの方から誘うんだな今回ちょっと意外やけど花火も上がるんだってさえお祭り行きたーいそっかじゃあ今度の休みの日開けておいて あーまあいつも私の予定はガラガラだけどね楽しみだねお兄ちゃんキラー先輩も一緒に来てくれませんか、うん、ああ誘ったのにそのアンディ怖い言い方や怖い返しやめてくださいよキラー先輩ルナは失曲のことを知っているみたいなんですなので 機嫌をとって、いろいろ話してもらうと思うんです。ああ、悪い。その日は、チェイちゃんと行く約束をしてんだわ。えデートだ。<laughs> ええー、おい、君ら、確かに仲いいと思ってたけど、デートやん、これ。もしかして、デートですかああ、デル君もそう思う。<laughs> よくよく考えてみたら、前回の話でね、 じいちゃんが、キラ先輩のために、キラ先輩に合わせて性転換をしたっていう事実があるからね。<laughs> そう思っても仕方ないからね、もう。<laughs> ま、そういうことになるかな。あ、否定しない。<laughs> そうですか。なら仕方がないですね。一緒に行ってやれなくて、悪いな。<laughs> すごい、キラ先輩、<laughs> イケメンの彼氏みたいなことを言っている。さすが男の中の男だ。 悪い悪いてるちゃん <laughs>。どこから喋ってるんだ、この人は。あてのスタンド使いか、お前は <laughs>。いえ、こっちはどうにかします <laughs>。それを聞いても、普通に返すてるくんもてるくんである <laughs>。キラ先輩とチェリーさんの邪魔はできないもんな <laughs>。 っていうか下手に邪魔したらなんか自分の身が持たないからな今日はルナの機嫌をとって知っていることを話してもらおうお祭り会場で待ち合わせたけどルナ一人で来えるのかなお兄ちゃんルナ遅いよ3人お待たせえっ3人3人とも来たんじゃ そうよ、楽しみにしてきたんだから。てる、夜なら私も出かけられるんだよ。ゆ、ゆりさん、ニナルナ、誘ってきたのか。うんいや、別に普通なことやけどな。<laughs> むしろさ、この三人といけるのがてるくん、超羨ま。美人三人衆ですよ、これ。漆曲界の美人三人衆ですよ、お <laughs> わー、すげえわ。 どこからヒリアジュがさ、ギロってテルクのことを見つめてる気がするわ。ま、ヒリアジュが一人でこんなお祭りに来るとは思えんけど、せっかくなお祭りだからみんなで一緒に楽しみたくって。そう、そうなのか。あれルナってそんなキャラだったっけいつもなら俺と二人で出かけるときは人を、特に女性は絶対に読まなかったのに。 確かにルナちゃんってどっちかって言ったらさ、二人きりの実家を邪魔されたくないタイプ。お兄ちゃんとの二人きりを邪魔するのは許さないみたいなそんなタイプだったのに。なぜわざわざ女の子を二人呼ぶ何かあるルナも成長したのかな成長って言うのがこれは。だけどこのメンツはやばすぎるぞ。<laughs> そうだよな。この三人実は裏の顔がある三人だもんな。ははは。 恋する殺人鬼、ギャンデリー妹、吸血鬼アイドル。<laughs> やべえ、この構図。3匹の獣に睨まれている、しまおなごとく姿がテル君の背後に見えるぞ、お前。しまおなテル君。ルーナだけでも大変なのに、万が一怒らせたら、俺は死ぬだろう。<laughs> うんテル君、簡単に死ぬ立場に置かれてるね、これ。<laughs> そして、 お金の問題だやめろ右上もう現実的に3800円っていう数字を並べるなお前ルナだけを誘ったつもりだったからあまり持ってきていないんだよなだがそこの3人は明らかに俺に怒ってもらう気でいる俺はルナの機嫌を取ることができるのだろうか <laughs> もうこの先は真っ暗この明るい3人に ここの明るい三人で、ちょっと分かりにくいけど、お先は真っ暗。それじゃあ、みんなでお祭りを楽しもうあ、ああ、行こう。一本間違えれば、そこでバッドエンドだな。どこに行こうか。って言っても,おも、おみくじと花火会場しかないやん、これ。おもむろにおみくじ行ってください、みたいな感じになったらし <laughs> おみくじ行くか。おみくじって夏祭りで引くもんかあ夏祭りにおみくじってやるもんなんかなあ、おみくじがあるよ。おみくじ引こうよ。早速来たか。一人300円。4人分で1200円。どうする <laughs> 高いな、おみくじ。一回300円もする いやあ、おみくじなんて別に、初詣の時ぐらいでいいやん。こんな時期に弾かんでもいいだろうが。別にいいだろうが。もったいないから弾かない。あのさ、みんな <laughs>。なんかすごい真面目な話をするときみたいな BGM 流すな、お前 <laughs>。そういう神頼みみたいなのってよくないと思うんだよな <laughs> え。え運命は自分で切り開くもの。 おみくじに頼っちゃいいけないよ <laughs> すっごい真面目な話し始めた <laughs> お金を使いたくないっていう理由なのにめっちゃ真面目な話し始めた <laughs> これは別にお金がもったいないから言ってるわけじゃないんだよ <laughs> じゃあそれは言っちゃダメなんだよねお前 <laughs> それを聞いたらこっちとしてはねああお金がもったいないから言ってるんだなーみたいな感じで思ってしまうわお前 <laughs> そうそれじゃあ私たちおみくじが 弾けないの <laughs> やめろ、お前。サンタさんからプレゼントもらえないのみたいな子供みたいな絶望感やめろ、お前。そんにゃー <laughs> つまらない。みんな。ああ、いきなりキラ先輩でいいだ <laughs> やめろ、お前。いつものおなじみの登場人物出ただけなのにさ。 このホラーな敵が出てきたとき見たらビジ効果を流すのやめろお前 <laughs> あと <laughs> あとチェリーさんチ <laughs> ェリーさんお前 <laughs> も,うもうちょい顔アイスよくしろよお前 <laughs> もう全身ブロッコリーやめろお前 <laughs> かっこいいこと言ってんじゃねえかえー、キラ先輩とチェリーさん <laughs> てめえ男を下げるようなこと言ってんじゃねえぞ ちゃんとみんな楽しませて男をあげてこい。はぁ、あ、はい。さすが先輩いいこと言うにゃそれと、私たちへのお土産を忘れちゃダメよ。ええー、<laughs> お土産って来てない人に対して買うもんであってさ、なんで来てるお、祭りに来てるお二人のために買わないといけないんですか、お前。ええー 先輩にお土産買ってくるのは常識でしょーやめて。その顔で言われたらさ、まあ極道の先輩みたいな、その裏社会の先輩みたいな感じになるのでやめてください。それが縦社会だ。この野郎マジっすかーちゃんとみんなにも怒れよな。言うこと聞かなかったら、わかってるわね。やめてチェリさんの今わかってるわねっていう言葉が一番怖い なんならこれもよ敵役の全員すべてよりも怖いわ。あ、そ、その、ちょっと揉むな。何を揉んでるかは知らんけど、揉むな、お前。ひえ<っ>。ふっふふ。ふ、頑張りなさい、出る。わあ、獣が5匹に増えたぞ。恐ろしい、恐ろしいことになってしまった。お兄ちゃんがケチったばっかりに。 そ,そんなことはないよ <laughs> バイバイだよお兄ちゃんほら妹にすればバレてるわ <laughs> それじゃあ出るおみくじやってもいいいいよ <laughs> もう諦めムードやったーそれじゃあ俺がお金を払うからおみくじを引いてくれ <laughs> 結局こうなるのか。ちょっと遠慮しろよ。<laughs> 大吉が出てよ。私も、すげえなお前ら。<laughs> 二人とも、すごいな。はははははははもう、ルナはっていう言葉の前にさ、ルナちゃんのこの顔を見てしまったからにはさ、もうダメだったんだろうな、今日だったんだろうな、みたいな、そんな、<laughs> そんな感じやけど <laughs>。そんなことが察しられるけども、ね、お前。 え <laughs> めっちゃ汗かいてるだ大吉だったよあ無理せんでいいかよルナちゃんそっかーみんな大吉かさしてあげろテルくんルナえっ、ー、とテルも引いてみてよみんな大吉が出るかにゃそれじゃあ引いてみるぞみんなは大吉を引いているここで足並みを乱すわけにはいかないぞ

自分の才能を過信して、誰かの行動をなそうとすると、すべて強度になります <laughs>。今日だね。やってしまった。出る、大丈夫だよ。今日が出たら、そこに結んでいくと。悪い運気をここに置いていってくれるんだよ。そうなのか。うん。 ハハハはサンキューニナ <laughs> めっちゃ必死じゃないかお前 <laughs> 今ドタドタ具合めっちゃ必死だぞお前 <laughs> そこまでのもんかお前 <laughs> おみくじごときにあーついてないなてる大丈夫悪い結果が出たらあとは上がっていくだけだよ上がっていくだけだよそそうだねさすがユリさん 大人の気遣いができるそれより屋台のある通りに行きましょうそうしようかわあ、私も結んで行こうかなールナ大吉が出た人は結ばなくてもいいんだぞさしてあげてそうそうさしてあげてよ <laughs> おみくじ持って帰りなううん <laughs> ルナちゃん、運気上がらないルート確定なこれユマスリコーカシステム。何その声がこれルナの好感度が上がりました。ニナの好感度が上がりました。ユリさんの好感度が上がりました。何この好感度のシステムこれは好感度システム画面です。はっと。<laughs> お金をやりくりしながら、4人の女の子に怒ると好感度ーがあります。4人の女の子 え4人の女の子って3人の女の子となんかいかついブロッコリーしかここには映ってないけど4人の女の子ってあと1人の女の子は人の夜祭りでは今日の夜祭りではたくさんのイベントが起きるので4人の女の子の好感度を上げちゃおうなお今あるお金の中でルナの好感度をマックにすると特別なイベントが見られますそして女の子の顔をタッチオアクリックすると考えてることがわかります 好感度を上げるヒントになるかもしれませんね。ああ、なにこれときメモみたいなシステム。<laughs> あれ、湿気よくじゃなくて、ときメモだったっけって思うんやけど、これ。なお、この好感度システム画面は、マップ上からいつも見ることができます。え、マルチエンディング的な感じになるんかな、これ。はははなにこれってかいろいろ見えるんじゃ。これ。 今日はみんなと一緒に楽しく過ごしたいな。ほう。ちょっと足が痛くなっててかも。休憩所で休みたいな。おははは。みんながやりたいことをちょっと見えるんやな、こういう感じで。綿たあめ。射的するところ見てみたいな。みんなでお揃いの面とか欲しいな。<laughs> めっちゃ欲望が丸見えなんですけど、これ。<laughs> これ全部達成するのは無理だぞおるなわためジュース誘惑が多いにゃ <laughs> ああ今日はデルがお金を出してくれるから私が率先してゴミ捨てとかしてあげなくちゃ頑張るぞ私何この人何このお金を出すからゴミ役を任せてくださいみたいな <laughs> 女の子に任せちゃいかんようなことをさ、率先してやろうとしている、これは、気配り上手の神様ですな、ね、これは。さすがユリさん。<っ> <laughs> <laughs> お前ちょっと、お土産をたかろうとしてるんじゃないわ、もうこれ以上、お前。<laughs> なんでさ、ここにおらん人のことを気遣わなあかんのね、俺は。<laughs> 新しいカツルとかも、 こんなところに売ってるわけないだろ、お前。やめろ、お前 <laughs>。そういうのたかるん <laughs>。はあ<ー>。<laughs> というわけで、4人の獣に見つめられながら、シマウマテル君は死を覚悟するのでした。というわけで、湿気よくもといときめも、今回、パート1、ここでワイとさせていただきます。<laughs> わあ、テル君のお先真っ暗 <laughs>。 いや大丈夫かテルくん。無事にこの祭りを終えることができるのか。さて次回のテルくんに幸晴れ。というわけで皆さん、塩上げ。